内閣府特命担当大臣は日本の国務大臣。内閣府特命担当大臣の一つである。内閣府特命担当大臣が所管する順天調衛星システムの衛星軌道日本の内閣府に置かれる内閣府特命担当大臣の一つである。主として宇宙政策を所管する国務大臣である。具体的には宇宙開発、宇宙利用などに関わる政策を所管する。 また、宇宙開発利用の推進、人工衛星に関わる施設、設備の整備、管理、宇宙開発利用に関係する機関との調整など、宇宙開発利用に関する施策を所管する。なお、内閣府が所管する人工衛星については、政令により、即位のように供するための信号を送信することを主たる目的とする人工衛星と定義されている。 順天超衛星システムなど衛星測位システムにて利用される人工衛星が想定されており、具体的には導きなどが該当する。内閣府にて宇宙行政を司る組織としては、内部部局である宇宙戦略室、審議会等である宇宙政策委員会などが挙げられる。内閣府特命担当大臣は、これらの組織を担当する。内閣府特命担当大臣のうち、 沖縄及び北方対策担当、金融担当、消費者及び食品安全担当の3大臣は内閣府設置法により筆致とされている。それに対して他の内閣府特命担当大臣は筆致とはされておらず担当する諸課題により柔軟に設置できる。そのため政権により増減や変動があり、その役職名は必ずしも一致しない。 野田第二次改造内閣においては、宇宙政策を担当する特命担当大臣を内閣府特命担当大臣との呼称で設置した。また、この内閣府特命担当大臣に就任した者は、宇宙基本法に基づき、宇宙開発戦略本部の副本部長に就任する。内閣府特命担当大臣が所管する、順天超衛星システムの模式図2008年の、 宇宙基本法の施行に基づき、福田康夫政権にて、内閣に宇宙開発戦略本部が設置されることとなった。それを見据えて、同年6月17日、内閣府特命担当大臣として入閣していた、衆議院議員、岸田文雄が、宇宙開発利用に関する施策を、総合的かつ計画的に推進するため企画立案、及び、 行政各部の所管する事務の調整の担当に、認じられた。以降、一時期の菅直人政権や野田政権においても、同様の職が設置されることとなった。宇宙基本法の不足には、政府は、この法律の施行後1年を目途として、本部に関する事務の処理を内閣府に行わせるために、必要な法制の整備その他の措置を講ずるものとするとの文言が盛り込まれていた。また、 同法には政府は宇宙活動に係る規制その他の宇宙開発利用に関する条約その他の国際約束を実施するために必要な事項等に関する法制の整備を総合的、計画的かつ速やかに実施しなければならないと定められていた。そのため宇宙開発に関する政府の組織や体制の見直しと各種法規の整備が検討課題となった。2012年 内閣府設置法や文部科学省設置法の改正等により、野田政権にて内閣府に宇宙戦略室や宇宙政策委員会が設置され、同時に文部科学省の宇宙開発委員会などが廃止された。それに伴い、同年7月12日、衆議院議員の古川元久が内閣府特命担当大臣に任命された。また、古川は、 宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整を担当していたが、同日付でその任を解かれた。なお、宇宙基本法は自由民主党、民主党、公明党の3党に所属する国会議員による議員立法として成立したため、与野党を超えた協力が見られる。例えば、 宇宙開発戦略本部の看板掛けには、政府、与党だけでなく、法案提出者として、野党の野田義彦が出席している。同様に、内閣府宇宙戦略室の看板掛けには、宇宙基本法フォローアップ議員協議会、共同座長として、野党の河村健雄が出席している。任命、補職は3段階で行われており、まず、国務大臣に任命するとの歓喜が出され、 ついで当該の国務大臣に対して内閣府特命担当大臣を命ずるとの事例が出され、さらに当該の内閣府特命担当大臣に対して宇宙政策を担当させると命ずれられる。これらの事例は官報に掲載されるため、その記載に基づき内閣府特命担当大臣と表記される。なお、宇宙基本法では内閣総理大臣の命を受けて 宇宙開発利用に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣と表現しているがあまりにも長文のため宇宙開発担当大臣と表記されているただし宇宙基本法は内閣府特命担当大臣が設置されるはるか以前に施行されているためこの条文の宇宙開発担当大臣とは国務大臣に対する特命事項として 宇宙開発利用を所管する大臣なども指している。新聞などの報道では、簡略化して、宇宙政策担当大臣、宇宙担当省、宇宙大臣、宇宙省と表記されることも多い。英語での故障については、ミニスター・オブ・ステート・ホースペース・ポリシーとされている。ありがとうございます。